回はですね、スペシャルなゲストをお呼びしております。この方です。こんにちは、奥中まことです。まこちゃんです。むちゃくちゃやってほしいってね、熱烈なオファーがあったので嬉しい。コラボをお願いさせていただきました。ありがとうございます。今回はですね、まこちゃんのチャンネルの方でウィザードのお話をしたんですけど、私の方のチャンネルはですね、基本ゲームをやってるんですよそうだよね。そう、私ずっとゲームやってて、うん、テレビゲームとかねさすがにここじゃできないので、うん、まこちゃんと一緒に楽しめるゲームを持ってきました家から持ってきてる。家から持ってきました。嬉しい。気になるゲーム、気になる、こちらです。じゃじゃーん、はぁーっていうゲーム第4弾でございます4弾まで出てんだね、それ。第1弾じゃなくて第4弾をいきなり買うというね1弾が気になる。あえて新しいやつを買ってみました。確かに。こちらですね、知ってますか？初めて見た。ハーっていうゲームっていうゲームなんですけど、とっても簡単です。そうなの？私もやったことないんだけどこれ一回もやったことない。ちゃんとね、開けて、まだこれ開けてないです。新品だ。ちゃんとまだ使ってない状態で、はい、すごい。これね、とっても簡単なゲームらしくて、お題がありまして、これお題カードですね。このお題に書いてあるセリフ、上にこう、はーって書いてあると思うんだけど、これを言うんですけど、その下にシチュエーションがあって、そのシチュエーションに合わせたはーを演じる。なるほど。で、それを表情と声だけで演じる。で、それを当てるってこと？そう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 。っていうゲームです。あ、そう、セリフ決まってんのよ。はー以外にもあるんだ。そう、はー以外にも、はーだけじゃなくて、もういろんなセリフがあって、いろんなね、ルールがあるんですよ。本当はこれ3人から8人プレイ用なんだけど、別に2人でもできるなと思って、うんうん、ただ当てっこゲーム、私と視聴者さんが当てっこするみたいなね、そういうゲームになります。で、私だけなんか中身見るのはね、不公平だなと思って。あ、そういうこと？そう、私だけ事前に練習するのちょっとね、ずるいじゃんちゃんと合わせてくれた。そう面白いね、なんか読んだもんね。ね、しかもなんか多分第4弾だから、うん、パワーアップしてる内容、やっぱ第1弾の方が簡単だったと思う。そういうことか。うん、けどやっぱ私たちね、演技たしなんでるからどうしよう横にど素人がいる。どうしよう。違う私ももうなんか素人みたいなもん。違うでしょ、私だって見たもん、ゆうちゃんがさ、柔道のさ、服着て瀬尾さん役ちゃんすごいね。めっちゃ見てくれてる。 TBS ドラマの。ありがとうございます。私たちはね、クオリティ高いところでちょっとやっていこうとこれでも演じるだけじゃなくて受け取る力も大事だから。あ、確かに。そう、受ける力も。そう手持ちのカメラがあるんで、ここで指導するんだ。これで間近で奥永さんを見れるっていうね。すごい。これ演技するときはこっちのカメラでやるんで。 OK。 というわけで早速やってみますか。はい、ぜひ。先にじゃあ、やっぱ言い出しっぺの私がやるべきだよね。お願いしますむちゃくちゃ恥ずかしいけど、じゃあまずお題カードから、うん、いきます。じゃん。はい、一文字でっていうなんかよくわかんないどういうこと一文字だから、あでもいいし、いでもいいし、何か一文字でお題、これはこっちゃんを見ていいんで、これを私がどれをやったかっていうのを当ててもらえる。分かった。よし、じゃあアクトカードいきます。最初のカードは一回みんなにも見てもらおうかな。まこっちゃんだけに隠して、あ、ちょっと視聴者の人には見せようと思います。じゃん。 D、 あ、言っちゃった言っちゃった、びっくりした言ったって思う。はい、なるほどね。どんどんどん。あー、難しい
いろんなのにやっぱ当てはまっちゃうことがあるから。確かに。一回ちょっとやってみますか。お願いします。じゃあこれを、じゃあいきますね。うん。あ、分かったかも。本当？え、分かったかも。え、ちょっと私一文字に意識しすぎて、あの顔の表情。じゃあ答えを。E。E。うん、ファイナルアンサー？か F。え、どっちだろう。どっちでしょう。E。E。うん、正解は F でした。動かさないでください。準備は OK ですか？どうぞ。ごめんね。
最後の変顔やばい。毎回終わった後なんか入る。可愛いんだが。毎回何やっても可愛いわ。確かに。ちょっと待ってね。うわー、むずいなー。これむずくない？これ。うそ。そもそもの、やっぱごめんねってシチュエーション的に、いや、もう一回見たいの分かる。もう一回見たいよね。もう一回見たいな。これはじゃあ、あえて、ちょっと、分かんないけど、C。当たったー。ね、B と C で迷った。しょんぼりしてか、仲直りするときか。さすが。やば、受け取った。受け取ってくれた。受け取れた。嬉しい。やった。まこっちゃんじゃあ当ててほしいな。私も当てたい。ちょっと私の演技力がまだカス、カスみたいなんで。受け取る力がカスなの。ゆうちゃんは素晴らしい芝居をしてたんだけど。ちょっと、頑張ろう。受け取る人が悪い。もうちょっと、オーバーにやった方がいいかもしれないね。あ、確かに分かりやすい方がいい。うん、じゃあいきます。と、お、なんだろう。はーん、あーあー、いろんな言い方があるよね。あー、意外と難しい。多分そのイントネーションとかも変わってくるよね、これは。いきます。はい、北斗カードでね。あー、むずい。いや、これむずいぞ。いや、これは多分無理だわ。難しい。ちょっと頑張ってみるけど、ちょっと表現の仕方を変えてみます。いきます。いきますね。顔芸入った。顔芸入った。ちょっと待って。ちょっと待って。なるほど。待って。ちょっとなんか多分、もしかしたらみんなが思ってるのとちょっと違うかもしれない。え、分かったかも。本当？あ、でも違うか。決めた。はい。マジでどっちだろう。まあ、でも C。C。答えは H。 ちょっと待って。いや、これはね、ちょっとこれは難しい。これはね、申し訳ない。私が表現の仕方を変えた。これは表現すんのマジで、だって大都会でああって何って感じだ。そう、だから大都会の中心で叫ぶみたいな、そういうことにするのか、大都会に来たことがない人でおーってちょっと驚いてる感じにするのかで、ちょっと迷った。難しいね。これはちょっと難しいね。これはちょっと難易度高い。C って野生児だ。むずい。もうあと1回ずつぐらいやってみます。 OK、 あと1回ずつ。あと1回、ラスワンずつ。あ、でも私今やったからラスチャレ行く。ラスチャレ、ラスチャレにしよう。やってラスにしようか。結構やる。いいの？当てなくていいの？当てたい。当てたいよね。じゃあラスラス、じゃあ私でラスにしようか。渾身の一発を。オッケーオッケー。する。じゃあお先に。あ、すいません。まあ、奥中ラストでとりあえずは。わかった。うん。私はね、はぁーです。お、これはもう定番の。定番だね。OK、じゃあ弾くね。OK。 意外となんか難しかったりするよね。ちょっと息っぽいから、はーって。確かに、意外と難しい。うん、何を弾いたのか。はい、OK。 OK。 おっと、体のしてもだいぶ動いてましたけど。体使っちゃいました。でもかなりなんかかなり脱力してましたね。やられた。うわー、これでもね、うわー、いろんな受け取り方がありますよ。これは2個ある。どっちだ。結構落ち込んでたからな。結構落ち込む。めっちゃヒント言うじゃん。結構落ち込む。めっちゃヒント言う。じゃあ B。 イエーイ。めっちゃ落ち込んでるって言ったもんね。自分だったらめっちゃ落ち込む。全財産
なった時のね、財産はいはいはい、それは確かにそれぐらいになるわ、はい、よし、じゃあ私が渾身の演技をちゃんと受け取る、ちゃんと受け取る、まこっちゃんに正解をお見せしたいと思います。ちゃんと受け取る。よし、おお、それな、おお、最近語、最近語だね。ちょっとでも若干前だよね、多分ね。そうだね。てかさ、それなって言われるとイラッとしない、うん、はみたいな。やっぱ私使ってるかもしれない。ゆうちゃん使ってないよ。本当？そう、なんかそう、本当若い子にさ、私、妹に言われた時、はってなった。なるよね。どういうこと、何それなってなった時あるわ。 いとこに言われて、なんだよ、なんだよそれって。なるほど、なるほど、なるほど、はい、はいはいはい、いきます。じゃあいいの来い。はい、いえ、ちょっとむずいって。不吉なそれなとかよくわかんない、ね、これはもしかしたらいけるかもしれない。今回はこの辺で以上にしたいと思います。まこっちゃんの